はい、基本処理です。いつもありがとうございます。前回の続きの動画となります。3人でですね、お昼に、お好み焼きを食べてますね。引き続きご覧ください。ゴキゴキしちゃって。あ、お腹膨れたね、しげちゃんね。しげちゃんまだ食べれるだけ。ちょうど4枚だった。うん。うん。もうちょっと食べたいなっちゅうぐらいだね。4枚目は大きくない？小さい？大きいよ。うん。あー、こぼれた。いや、最後だ。後で色でいいよ。あ、美味しかった。やっぱりお好み焼きはご飯食べる気にならんな。どう考えても。お好み焼きをおかずにご飯食べるっていう人いるみたいだけど。うん。お好み焼きだけでいいっていうこと？うん。しげちゃんのお皿ばっかを汚いね。もっと欲しいのに残ってるね。もうないよ、しげちゃん。おかわり。今日ちょっと少なかったね。もうお菓子があるでね、後で。お菓子に出てくるで。柏餅に出てくるで。ああ、そうだ。柏餅買ってきた。うん、少し1時間も経ったんや。もう1時間昼寝してりゃお腹減るら。うん。しげちゃんのことだね。ね。はい、お腹膨れた。お腹膨れたよ。ご飯で結構お腹膨れた。床屋行って 2週間経って。あ、2週間経つだね。私、うん、そうだね。この前来た時の帰りに床屋行って。うん、床屋行って、行けれんかったって言ったじゃん。あ、行くの？あ、決まった、決まった。ここにこんなのがある。あれ、耳やかん、そばの方にあるかな。うん？耳くそ。最近ね、しげちゃんね、うん、グループホームのスタッフの人に言ってたけどね、寝れない時もあるだって。寝れない？うん。たまにだけどね、よく寝てますよって。うん、で寝れない時もあるだけどね、うん。そういう時にね、本読んでるって。雑誌をペラペラ、うん、こういう雑誌、自分の枕元にある雑誌、こういう雑誌をね、うん、これは
食べ物がいっぱい載ってるようなね、うん、本が好きだっちゅうもんで、こういう。うん、あ、そうか。これを見てるだって。うん、これも、どっかからもらったやつ。うん。笑ってる。ああやって、本を読むじゃなくていじる。うん。いじるっていう感じ。そんでね、寝れない時あったもんで、うん、たまーにだけどね、うん、何やってるかなーって夜覗き行くと、うん、そうやって本読んでる時あったよって。うん。うん。たまに家にいる時もあったけどさ、なんか字が読めるじゃないかと思うぐらいさ、新聞読んでる時あったね。うん。しげちゃんね。うん。あれ笑って、笑っちゃったね。字が読めるように見えるじゃないかって。読んでるみたいに見えたね。うん。こうやって見りゃ、今字を読んでるね、あれ。写真のとこページじゃないね、今覗いてるの。なんでなんか読んでるように見えるね。何を見てるだろうしめちゃん目は悪くないみたいだね。うん。どれぐらい見えてるのかは全然わからんけど、ああやってやってるだ分で見えてると思うけどな、うん、まあ、字が見えんだってで別に、うん、絵を見てるだ分でそりゃね。でもあんまり近づけないじゃん。こう腕伸ばして遠くから見る、うん、遠くから見るね。なんで目がいいのかもしれんね、うん、それかあれかもしれん、老眼かもしれん。そうだね、遠くにしてるね。遠くにしてるね。もう50だもん、うん、51だもん。普通だとこうやって見るだけど、うん、ね、こういうと老眼、遠視かもしれない、うん。柏餅ね、うん、皿に入れるけ、皿に入れるほどじゃないね。ああ、もう食べちゃう、すぐ食べるな。一つずつだね、うん、なしで。これ大したことないわ、柏餅って言ったって。これしげちゃんか、この葉っぱも食べちゃうで。うん、剥いてもかんとね、剥いてやらんと。 あもう終わりか。おまんじゅうか、こういう。ええ、じゃあ、俺これもらう。で、しげちゃん、柏餅1個じゃ足りないで。これね。うん、でも、柏の葉っぱにくるまってるぞ。スコーチ。これはチーズ味だ。これ。ちょいとこね、色もつけちゃう。自分とこ全部持ってっちゃう、うん、これいいかしわ餅はあれだもんね。もっとあのちゃんとはさ、こんなのやつじゃないもんね、うん、まあこれも美味しいけど、うん、草の香りにするだけだ。昔こういうのでカールっていうのがあったんだけど、最近なくなっちゃったね、うん、カール、カールのチーズ味っていうの。あ、カール、うん、これどんつけたの。一生懸命食べてるの、うん、夢中で。そんなにお好み焼きもいっぱい食べたの。お菓子もらわないみたいね。うん。ね。
今日はね、お菓子なくなっちゃったで買ってきてって言われたけど、昨日、うん、多分ね、あの従業員の人もお菓子いっぱい1回に1回くれたくさんくれる人といくれないくれない人といると思うだよ、うん、あんまり個人差があるというか、そんなあの、あ、入れてくれて。あの軽くて美味しいもんね。あ、こぼれた。落ちたニシゲ。もうね、ちょうど私の前。そんなにあのお菓子に飢えてるのかっていうぐらい食べる、うん、立て続けにポテトチップスとかあんまり本当は良かないけどね、体には、うん、たまにはいいだろう、うん、美味しいね。美味しいもん食べれんじゃ生きてる意味ないでな、特にしげちゃんは。何まだよこせって。ああ、向こうに入ってるかもしれん。知ってんもんで、うん。チョコパイみたいな食べたいだかね。うん、チョコパイ。あったね。ちょうだいって言うな。じゃあ、しげちゃんだけやね。これ。うん、これ。ね、一つしか入ってない？食べる？うん、ちょっと食べる。一個しか入ってない？一個しかないよ。あ、ほんと、大きいだね。ああ、ダメだよ、しげちゃん。そんな食べ方しちゃ、おい。あはははは。神様食べるのかなと思ったら。ああ、ちゃんと分かってる、ね。袋ごとかぶりついてる。袋ごとかぶりついてる。これ食べちゃう。食べちゃう。そんな。お母さんのものはね。そんなお腹空いてる？空いてるわけないじゃん。お母さんのものはあれだね、うん、食べてもいいと思ってるもんね。自分のものっていう感じ。あの作業所とかグループホームで隣の人のご飯をね、うん、こう食べちゃうっていうことはしないね、うんうん、そこの行儀はちゃんとできてる、うん、あの昔の作業所でしつけてくれたの、うん、それだけどお母さんのやつは食べちゃうね、うん、食べちゃうね。お母さんのはいいと思ってる、うん、でもイオンないもんで帰らっかと思ってる、うん、ゆっくりしてきゃいいのに、のんびりしね、人になりたいだね。そうだね、きっとね。とにかく、うん、まだ覗いてる、ここお菓子のあるとこ。そしたらもう一個一種類、もう一種類あるなと思って、うん、家か家あのグループホーム帰ったらね、うん、グループホーム帰ったら新しいお菓子入れてあるで、うん、用意あの今日買ってあの入れといたで、あ、そう、追加で補充しといたで。じゃあ耳にこれ赤、耳赤いくらも気持ちよさそうな顔してこれ、うん、いっぱいつくこれね、うん、何まだよこせって言ってる。まだよこせ、柿の種あるで。うん、まあもうちょっと経ってからでもいいよ、うん、いいね、2時だで今ね、はい、帰るときね、帰るとき、お菓子だよって言ったら来た。
笑ってる。お菓子だよ。お菓子だよって言ったら来たら、ね、このお菓子はお菓子あげない。もちろん、ね、帰るでね。そうそう、このお茶飲んできな。帰る前もお菓子だ。いいじゃん、元気があってニコニコ笑って、ご飯じゃねえや、お菓子食べてるだもん、うん、おう、気をつける。じょけてる、ちょっとお茶碗もパカンってやって、じゃあまだ、あ、もう50になった？ 51 になるの？うん、うーん、51だよ。なんでこれ、これ T シャツ、パンダの T シャツ似合う51歳だね。まだ僕らからすりゃ子供に見えるじゃん、うん、ね、うん、どうしても家族からすると、うん、永遠に子供だもんで、うん、こういう帽子似合うわけじゃん。似合って見えちゃうんだよ、子供だと思ってるもんで、いつまでも。お気を取られちゃうか。ああ、抱いた。お気を取られて、うん、こっち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 。あ、マスクして。マスクだよ。はい、体調良さそうな顔してるもん。うん、体調がいい、もう最高、最高にいい笑顔じゃん。最高にいい笑顔、ね、自分で手をかけてさ、きな。自分でやんなよ。手をかけて書きなさいよ。手を使おうとしやへんだよな。足で履くのはわかるけど、手を使いなさい。声が出るぐらいだで、うん、機嫌がいいね。そう、さよなら。さよならってやった。さよなら。はい、ということで、今日はですね、2週間ぶりにお昼ご飯ですね、お好み焼きでした。あとお菓子食べたりいろいろしましたけどね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。